おはようございます。元バンディット400V です。2019年12月14日土曜日8時33分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。先週、新駅で撮影するの忘れたんでちょっとですね一旦動画切りますけども、相鉄線の羽沢横浜国大駅をちゃんと撮影するためにちょっと一旦話は、中止、後から、話します。変か、ここからこれが駅舎だね。はいはいはい、この黒いのが駅舎で、はい、見えました。これが、羽沢横浜国大駅、見えましたでしょうか。よかった、撮れて。はい、で、なんだっけな、あ、はい、アリーナ、ありがとう横浜アリーナ。いやー、よかったね、歌謡祭。新横浜駅前なんですが、ここね、ずっと工事してるんですよ、こんな感じで。で、ここ、今ちょっと見えたかもしれないですけども、駅の工事してますと。もう横浜に引っ越して10年以上になるんですけども、この駅前、新横浜の駅前で、工事してない風景を見た記憶がないですね。どんだけ工事するんだっていうぐらい工事してます。で、相鉄線の、東急電鉄との直通運転するために新横浜に、新しく駅を作るということで工事してるみたいです。まあでもこの工事ずっとそれなのかどうかはよくわかんないんですけども、とにかくずっと工事してますと。で、工事っていうと渋谷もそうですね。なんか渋谷、まあ、最近行ってないからあれなんですけども、あそこも通勤とかで、よく通ったところなんですが、ずっと工事してますね。永遠に工事終わんないんじゃないかっていうぐらいあそこもなんか工事してるっていうイメージがあります。今週の水曜日の動画で詳しいところはそっちで言ってるんですけども、献血にこの間行きました。生まれて初めて、ずっと興味あったんですけども、まあ、なかなかちょっと行く機会っていうかですね、勇気がなかったっていうのが正確なのかな。で、その動画で言ってない話があったんで、ちょっとここで、きっかけは、脳ドック今年受けまして、で、それの検査結果をお医者さんから聞いたとき、説明ですね。で、その時に、同じ場所で人間ドックも受けてまして、血液の細かい検査結果なんかも見れるんですが、で、その時にその人間ドックの結果を見ながらお医者さんが血液っていうか赤血球がなんか多いみたいねと。で、別にそれで良くないっていう話じゃないんですけども、だったら献血受けたらいいんじゃないですかっていう話をされました。で、今までずっとなんとなくこう献血って受けてみてみたいなと思いつつ、なんか怖いという思いもあって、受けてこなかったんですけども、まあそのお医者さんの説明で、まあ、背中を押してもらったというか、初めて全血献血というのの、まあ、400、ミリリットルをやってきました。で、男性の場合は体重が50キロ以上っていう制約があります。で、
まあ、ちっちゃいお産なんで軽いんですけども、自己申告で50キロって言ったらギリギリなんで体重測りましょうって言うんで、まあ、服着たまま体重測って、まあ、ここは OK でした。はい。で、今回のお話はオリンピック関係ですね。東京2020大会で、12月頭までに、観戦のチケットの、二次抽選販売の申し込みがありまして、その抽選結果が来週の水曜日18日ですね、結果が分かると。で、私も枠いっぱい申し込みしました。18セッションで、第2希望も全部入れたんで、36種類のチケットで、さらに全部カスケードつけてるんで、その倍率がそれで倍になるかどうかよく分かんないんですけども、一応マックスの、申し込みをしてます。全部抽選すると一番高いケースで50万超えてたような気がしましたんですけども、まあ一次抽選販売よりも元々の、販売数っていうのは少ないはずで、申し込みする人は多分、かなり落ちてるとは思うんですけども、それでも人気競技は倍率高いのかなと。全滅っていうのも十分考えられると思うんですけども、楽しみだなと。ちなみに前もお話しましたけども、オリンピックは閉会式とあと4つの競技で全部で5枚、当選して、もう支払いしました。46万ちょっと。だからパラリンピックも11枚の競技に当たりまして3万円ちょっとですね。だからもう50万ぐらいですね。オリンピックとパラリンピックオリンピックとパラリンピックの観戦チケットでもうお金使ってます。当たれば当たったでまた懐が痛むんですが、まあ一生に一生なんだと言いながらかなり使っちゃったなというのと、あともう一個、聖火リレーは、スポンサー4社とあと各、都道府県で、募集してました。で、私は地元の気仙沼、ということもあって宮城県で聖火リレー走りたいというんで応募しまして、で最近っていうか先月の末から今年の頭にかけて、スポンサー企業の方からメールが来まして、当選したら、12月の末に、組織委員会から通知が行きますよというメールがありました。で、トヨタ自動車かな、トヨタ自動車からはもうちょっと細かい、スケジュールが入ってまして、12月の12日以降、速報っていうことで当たった人にはメールを送りますと。で、12月25日以降に組織委員会から正式通知がありますよということだったんで、12日を楽しみにしてたんですけども、トヨタ自動車からは速報メールなかったんで、トヨタの分は外れた模様ですと。で、あと、NTT と、日本生命
と、あとはどっかもう一社、ちょっと後から調べてキャプションを入れますけども、こちらの方と、あとはまあ宮城県の、あと 3つですね、結果がまだわからないと。で多分そっちの方は個別にあの通知が来ないような感じなんで、宮城県じゃない組織委員会から、来る、当たれば来ると。で、外れたら何も連絡いきませんってことなんで、なんかこうまあ少なくても25日26日、1日2日でメール来るでしょうから、26日にはまあメール来なければ、落選と。まあぜひ何回も言いますけども、日本で夏季のオリンピックっていうのは多分もう経験できないことなんで、できればそういうのにも参加したいなと思ってます。はい、今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。